みちゃんです。今日はね、北六甲台方面からの帰り方、今の信号をね、右曲がって、宝来峡の方から宝塚に帰る道あるんやけど、あっちが一番わかりやすいんやけど、上りもあるんで、それ以外の裏道をね、ちょっとね、使って帰ってみたいと思います。今、稲六をまっすぐ来てて、もうちょいしたらちょっと裏道に入っていきます。木の道をね、まっすぐ来て丸山ダム北、これを左に入っていきます。稲六通るとね、結構これ大きい車通るし、道狭いから結構危ないんで、スピード出してね、下っていける人はいいねんけど、ビギナーとかはね、女の人とかこっちの方が絶対安全なんで、置いていってください。1個目の信号をそのまま真っ直ぐ行きます。高架を一つくぐると、左折で出てくる。ケージロジーが出てくるんで、これ左折。まっすぐ行くと、先の道に戻っちゃうんで、左折して、まっすぐ行って、この先のね、高架を曲がります。道なりなんで、ここは迷わないと思います。トンネル抜けてしばらく道なりです。からずっと道なりで住宅街も一つ抜けて、でアップダウンちっちゃいのを繰り返して、で今ここもう全部道なりなんで、ここの三叉路右まっすぐ行くと全然違うとこ行くんで、ここがね、結構分かりにくいんで、でこの綺麗な住宅街を行くねんけど、途中で右に曲がるんやけど、1個目じゃなくて止まれがあるところを右に曲がります。軽く減速してこう右、イメージ左やねんけど、ここは右に行ってぐるっと折り返すような形で道があるんで、ここ結構スピード乗るんでね、楽しいけど、住宅街なんで脇道がその先あんねんけど、車出てくるんで、あんま調子の乗らない方がいいです。何回か怖い思いしたんで、こことかね、通学時間帯とか当たってたら子供出てくるんで、普通に気をつけた方がいいです。でしばらくまだまっすぐ行って、次の交差点のとこまで一回飛ばします。まっすぐまっすぐ猛スピードで降りてきたらここに出てきます。稲六でね、降りてくる人らはとここで合流するんやけど、目の前のトラックみたいなのが、キワキワ走るんで危ないんでね、下りめっちゃ飛ばすんで、ここを左折していきます。このまままっすぐ行ってもいいねんけど、ここもね、狭いんで、この先がこっちはこう入っていきます。
ここからまた道なりなんで飛ばします。道なりに来るとちっちゃい橋があるんで、それを左、なんかイメージ今のところ右とかに行ってしまいそうなんやけど、ここはね、あの右にすごい崖があるんで目印になると思います。夕方は結構ね、のおじいちゃんおばあちゃんがちっちゃい犬連れでよう散歩してるルートですね。まあ、ほぼ車通らないです。とここ昔稲六やったところ、右手に小学校で、さっきのところを左行くと、ナジオのニュータウンの方、端っこの方に出てくるんですけど、あっちもあっちでね、おもろいルートがあるから、また今度行きたいと思います。ここが昔ね、すごい混んでて、みんなここ通ってたんやけど、今はなんかの新しい道できたから、あんまり通らないね、ここは。ナジオ東口、信号、これもまだ道なりでまっすぐ行きます。はい、青、新道に当たるところで、ここを脇道、側道の方に入っていきます。こっち走れないんだよね。でナジオの駅の方に行くんやけど、そのままニュータウンの方にまっすぐ上がっていきます。ここからまた裏道入れるとこあるんで、ここは道なりで、右に阪急オアシスとか駅があるとこね、これをまっすぐそのまま上がっていきます。駅前をね、そのまま直進していくと、右に駅、駐車場で、正面に消防署があって、ここをね、右折していきます。まあ、こんな感じの道なんで、まあ、分かりやすいと思います。ここ、あの塩瀬中学校、この学校なんかのサッカーとか他のスポーツもなんかめっちゃ有名で、まあ、先生がいいんかな、まあそんなんいいですけど、ここ道なりにずっと行きます。木の道はね、まだまっすぐ道なりに来ると急にこんな感じになるんだけど、これを抜けていきます。ここもね、道なりで、道なりやねんけどさ、先の方がちょっとややこしいかもしれへんから、このまま回し続けていきたいと思います。道狭いからね、あの人とか気をつけて、ここは、これを、違うな、ここはもう人の家なんで、そうすると、ここに出てきます。JR のあの、廃道、ハイキングとか行くときはこっちで降りていくのかな、確か。で、ここからも稲六に入るんですけど、ここはね、入り方があって、右側の信号が赤になったタイミングで行くのが一番安全なんで、
今赤じゃなかったけど車が切れたんで、でここは下り基調の、道なんで、ここはね、あの車が後ろから車で頑張って踏み抜いていきます。これ、ね、右行くと有馬街道なんで、自分はねまっすぐ行かずにここをね左住宅街に入っていって、ちょっと登るけど、これはねまっすぐ行った方が早いんやけど、トレーニングがてらえっちゃらおっちゃら登りながらね帰るんですよ。ここはあのこんな道を通りたくない人はまっすぐ行ったらそのまま駅なんで、そっちで帰ってください。僕はアホなんで、こっちの住宅街をぐるぐる回って入ります。この青葉台とね花の実ねははっきり通る必要がないんで、あのあくまでも車が少ない道をいうことで行ってるけど、さっきの有馬街道の交差点をもうあの右側の反対側の歩道に入っちゃって、でそのままちょっと行ったら生瀬の駅の方に行く道に当たるんで、安全に帰りたい人はその道が一番いいかな。その次がもう頑張ってあの道が広くなるところまで、高架のあるところまで頑張って踏んでいくか、で私みたいにプラスアルファで遊びたい人は青葉台と花の実ね。ここはねちなみになんで詳しいかというと、自宅から近いのと、ジョギングコースなんで、家出てここ走ってぐるっと回ってで帰ってくるのが12キロから15キロぐらいのランニングコースになってて、はあ、しゃべりながらしんどい。ここをね登り切ったらもうじき住宅街の昼くらいも終わりで、一回ダウンヒルがあってここから十万辻の途中に出るということです。さっきの道をまっすぐまっすぐ道なりに来ると、まっすぐ行くと、稲六の旧道の方に出ます。でここの裏道をこう入っていくと行くとね十万辻の、途中に出るんかな、三砂路までの途中ぐらいに出るんで、一番きついとこだけをカットするようなイメージかな。まあでもあんま十万辻はねあの足ある人じゃなかったら結構危ないんで、なんか車大きい車来るし路肩も少ないんであんまり自分も通らへんねんけど、今日はねちょっと通って帰りたいと思います。まあちなみに下まで行ってちょっと上がったらここ来るんで、十万辻の危ないところ、飛ばしたい人とかは覚えといたら損はないかなとは思います。なんでこんなとこ知っとんねんって言ったら、さっきも言ったみたいにジョギングコースやから。っていうことで、ここ目の前十万辻で左行くと上り、右行くと下りなんで、今日はねここで終わりにしたいと思います。まあだいぶマニアックな裏道とか通ったんで、まああの一応今日の目的が達成できたかなと思うんで、まだねちょっとあのみんな知らないような道使っていろいろ探検していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。